この J3 リーグホームでの八戸にとっての初ゴールとなりました。パスがつながった、 YCC 横浜チャンスだ。浅川すぐに1点返しました。浅川今日2ゴール目、点差を再び3点とします。リプレーです。ディフェンスが いる中でうまく決めました。これが浅川は今日2ゴール目、今シーズン3ゴール目。キーパー山